格闘家でライジン LMS 王者の平本蓮が2日都内で記者会見を開催し、7月28日の超ライジン3での朝倉未来戦におけるドーピング疑惑について、ドーピングに違反することはやっていません、お願いした事実もありませんと明確に否定した。1時間以上に及んだ会見で平本が何を語ったのか、要点をまとめていく。ドーピング使用は明確に否定。